ここからは、前衆議院議員、自民党前衆議院議員長尾隆さん、斉藤奈々子さんと山田で、はい、お送りさせていただきたいと思います。はい、はい、では早速、7番の話題お願いいたします。はい、中国の李強首相、両国の発展は互いにチャンス、石破首相に対話協力強化を呼びかけ。中国国営新華社通信によると、中国の李強首相は10日ラオスでの石破茂首相との会談で、日中の関係について、両国の発展は互いにとって挑戦ではなく重要なチャンスだと表明した。日本側に対話や協力を強化することを訴えた。李氏は日中両国の戦略的互恵関係の推進を日本側に求めたほか、サプライチェーンの安定やグローバルな自由貿易システムを共に守ると意欲を示した。米国が同盟国などと半導体の輸出規制など対中圧力を強めている中で、中国側への歩み寄りを求めた形だ。はい、この中国李強首相と、石破さんがあったと。まあ、石破さん、そんなに中国にパイプは持っていない、中で、おそらくできるだけの機会を設けたということで、想像に李強さんと会ってっていうのは、あの国はもうほとんどが習近平独裁体制になっている中のメッセンジャーの一人だとは思うんですが、会話をしていた、対談をしてきたという中で、やはり経済ですね、経済中心に向こう側はかなり焦って、かなり追い込まれる感は受けるんですが、長尾さんどうでしょう。まあ、石破総理にしてみたら、初めての海外出張ですんでね、はい、まあ、これもとりあえずデビュー の形式的な部分で、ただ ASEAN 習近平もバイデンも来てなかったんでね、まあ日本の総理大臣が誰であれ、日本の総理が行ったっていうことについては、日本のプレゼンスをまあとりあえず確保したというところでは良かったんじゃないかなと思いますが、まあ戦略的互恵関係ってあるんですか、ね、申し訳ないけど死後ですね。これさえね、口にしていればなんか外交をね、うん、やったかのような、はい、そういうこうフレーズになってしまっているので、虚しいなというところと、まあ互いにチャンスっていうか、まあ向こうは日本のチャンスを潰すぐらいのね、勢いで来ていると思うので、まあこれからじゃないですか、本当そう思います。形式的なご挨拶程度のことで、済んだということだと思います。戦略的互恵関係を推進したい国に対して領空侵犯しますか。そうですね。で、軍艦機飛ばしますかと。で、黙ってるこちら側にも本当に火がありますよ。はい、いや、それこそ戦略的互恵関係をもう日本と望むんだったら、深センのように男の子が殺されるようなことはあっちゃいけない、しかも続いてるわけじゃないですか、うん、でこういうことに、うん、はいそうですかって聞いてもらっては困る。よりこれから強くですね、まあ、対応していっていただきたいと思うんですが、まあ、ただこの ASEAN の中でおっしゃる通り、最初の外遊で、うん、まあ、ASEAN という場面で確かに利点は、習近平が来なければ日本の総理はやはりアジアの中では相当、上位に扱われる。総理が誰であれね、誰であれいやでも誰であれ、昔ね、困ってね、すぐね土下座しちゃったりする人がいましたけど、ああいう人たち、鳩山さんという方がですね、まあ、終わってからですけど、まあ、いろんなことをされる方がいらっしゃって、はい、では8番のニュース、8番のニュースお願いします。はい、アジア版 NATO 実現不可能、知日派重鎮内教授、中国の挑戦なくならず。米国の元国防次官補で知日派の重鎮であるジョセフ・ナイ米ハーバード大名誉教授は13日までに産経新聞のインタビューに応じ、石破茂首相のアジア版 NATO 構想に関し実現は不可能だろうと述べ、重要国との関係深化など現実的政策の段階的なアプローチを提言した。日米が直面する中国の挑戦（脅威）はなくならないとし、日米同盟強化の重要性を強調した。はい、ジョセフ・ナイ、教授というのはやはり、今
日中関係も含めて 日米の中で影響力をまだ未だ持っている、まあ、かなりご高齢にはなってきましたが、私ももう十数年前に当時麻生さんと一緒にこの方の話を聞きに行きました。やはり当時ある程度先見を持ってですねやって動いてこられた方なので、そこでこの伏線というのは石破さんがこのアジア版 NATO や地域協定の改正改編に対してですねに関する関わるような論文をアメリカで発表してしまった。それがアメリカ政府との調整をなくして、ほぼ就任と同時のような形で取り上げられる形になったということで、まあこれおそらく外務省大変なことになってると思うんですね、うん、でこのまま多分民主党政権になってしまったらもう許されないぐらいの話にはなっていると聞いております、このアジア版 NATO 構想、長尾さんいかがお感じですか。まあこのジョセフ教授でなくても実現不可能は明らかですね。明らかですね。これはもうご視聴いただいている皆さんですら、うん、もう明らかだし、はい、総裁選の時に、まあ、あたかも総裁選のために何かこう新しいキャッチフレーズをと、まあ、無理こう絞り出してきた感があるわけで、まあ何度も言いますけど集団的自衛権の日本の解釈、憲法との整合性どうするんだっていう話と、うん、あと NATO って言葉に対してインドがやっぱり反応しましたね、ロシアとインドは、はいはい、軍事的なね装備品でやり取りがあるということ、あとじゃあアジアのどの国が中国を、まあ、仮想敵国として、対峙するということを声を上げられるのか、まあ、フィリピンぐらいはね手を挙げるでしょうけど、当の日本が上げられないじゃないのと、はい、でこういう状態の中で岩屋外務大臣がこのアジア版 NATO っていうのは特定の国を指すものではないと、はいはい、じゃあ何なのということになって、まあ、とりあえず僕もねある一時期まではまあ、ハドソン研究所のね、はいはい、論文の段階で、まあ、止まってよかったなと、はい、で首相の所信表明演説も出てこなかった、はい、最近全く言わなくなった、はい、まあ、とりあえずよかったなって思ってたんですけど、どうも小野寺逸則政調会長に対して、まあ、選挙衆議院選挙が終わったら、もう党内でこれを議論しろというようなことを指示したっていうことは、まだ石破総理としてはこの議論を諦めていないんじゃないか、まあ、言ったものの相当その先ほど言ったような議論を乗り越えなければできないので、まあ、なんかとりあえず自分は中長期的にでも諦めてはいないんだよっていうようなことだけをこうなんか、残していきそうな部分があるんで、やっぱり心配ですね。まず大前提は憲法改正だとしては考えられない話じゃないですか。そうです。これはアメリカの方でも憲法も改正できないのに何を言ってるんだという話を出ているということですので、そしてまたこれ安倍政権以来ですね、むしろ例えば海の安全保障に関してましては自衛隊と各国軍は線が引かれるんだと、そうですね、だから安全警備機関同士で連携していこうということで、フィリピンコーストガードやそれぞれの国のコーストガード組織と警察権で連携して守っていこうという動きになってきたことと矛盾しちゃいますよね。はいはいはい、そうですね、うん、本当にこれができるんであれば、うん、みんなそんなに苦労していない、うん、問題でもあるし、うん、でまずはやはり日本の憲法を改定するということから進めていかなければいけないところだと思います。長尾さんおっしゃる通り、ない教授ってなくても、うん、そんなことないってそうですというところで、はい、では次の話題、アメリカ総選挙、大統領選挙そろそろ近づいてまいりました。この話題11番お願いいたします。はい、ハリス氏のリード3ポイントに縮小、経済でトランプ氏優位、ロイターです。イプソスが実施した11月の米大統領選に関する最新世論調査によると、民主党候補のハリス副大統領の支持率が 46% で、共和党候補のトランプ前大統領の 43% をわずかに3ポイント上回った。調査は今月7日までの4日間に実施した。
先月20日から23日の調査ではハリス氏がトランプ氏を6ポイントリードしていた。経済問題でトランプ氏を支持する声が多かったほか、不法移民が犯罪を犯しやすいとのトランプ氏の主張に一部の有権者が共鳴した可能性がある。多くの専門家は同氏の主張に根拠はないと指摘していると。はい、まだまだあと1ヶ月何があるかわからないといつも長尾さんもおっしゃっていますが、現状ではどのようにお感じですか。まだ3ポイント縮小云々って言ってるんですね。もうびっくりですよ。先週あのハリスはやらかしましたよね。カンペが急に使えなくなったらもう何も喋れなくなっちゃったってなところで、まあ、結局こういう報道がまだなされてるっていうところに問題がある、もう本当そう思いますね、これからますますね混沌としてきて、事実が何かというのが分からなくなってしまうぐらいアメリカの選挙は複雑 でやはりこれはもうそれぞれの勢力が、まあ、一つ戦いなの であのこれ日本と仕組みが違うので省庁の中が総督会になりますので、官僚たちがこれはもうかなりの意気込みで皆さん臨んでいくということだと思います。あとは総取り体制ですよね。そう簡単に票が読めない。そうですね。だから世論調査っていうのは一人一人に聞く話であって、大統領選っていうのは各州で一票でも勝った方を取るというところなんで、で全体的にあの民主党は都市部人口の多いところで支持が多いだけど、大統領選の、州のねあの取り分っていうのは1は1だし、そういうところであの調査結果っていうのはずれてきますよね。でそういうことを知らずにあの日本の世論はですね、まあ、とにかくあのトランプバッシングを、まあ、2020年の時の大統領選挙でもそうでしたし、今回もそうだし、何が何でもハリスが多少リードしてるっていう風をねずっとこう刷り込みやってるっていう本当に情けないあの状態ですよね。あと1ヶ月、これからますますいろんなことがあると思うんですが、の都度、この番組では、ご紹介しながら、一緒に考えていきたいと思います。では続きまして12番の話題をお願いいたします。はい、トランプ氏3回目の暗殺未遂、容疑者は政府否定団体員ジャーナリストと偽り警戒区域侵入。大統領選の共和党候補トランプ前大統領が米西部カリフォルニア州リバーサイド郡で開いた集会の会場付近で12日、散弾銃や拳銃、大容量の弾倉を持った男が逮捕された事件で、同郡の保安官事務所のビアンコ保安官は13日記者会見し、おそらく3回目のトランプ氏暗殺の試みを防いだと語った。ビアンコ氏によると逮捕されたのはベム・ミラー容疑者49歳、米国政府の正当性を否定し個々の市民が主権を持っており法律に従う必要はないと主張する団体の一員。社内からは銃器のほか異なる氏名が記載された複数の旅券と運転免許証が見つかったという。アナーキストですね。無責任者なんですかね、おそらくこのあのただ連鎖が始まってますね。お誰ができないなら俺がやってやろうみたいなところので、これからまだ1ヶ月かなり怖いですね。で日本もこれ今選挙始まりますけど、まあ、石破さんなり高市さんなりが動いたところっていうのはですね、平気でまだ安倍暗殺事件が何の解明もされてないようなこの国ですから、ちゃんとしっかりと守れる体制、もうこれはアメリカのことだけではなく日本国内ももっとしっかりと守っていただかなければいけないところだと感じております。はい、すみません、飛んで15番。はい、プーチンロシア大統領ロ朝戦略条約法案を国会提出、北朝鮮と事実上の同盟締結へ。ロシアのプーチン大統領は14日、北朝鮮と安全保障協力の拡大などを定める包括的戦略パートナーシップ条約を批准する法案をロシア下院に提出した。ロシアは北朝鮮と事実上の軍事同盟を結ぶ形、ウクライナ侵略で
欧米諸国と決定的に対立したロシアは核兵器開発や人権問題などをめぐって同じく欧米と敵対する北朝鮮と関係を深め欧米に対抗する思惑を改めて鮮明にした。ロ朝の関係強化は両国の軍事的威圧と対峙する日本にとっても脅威となると。このロシア北朝鮮なんですが、非常にロシア今問題になっている日朝友好議員連盟の方が政治の中枢に入っている方、また鈴木宗男さんもですね、自民党にと一体となって選挙を戦っていくということになってきてですね、どうもこのロシア北朝鮮に対して甘くなってないのかっていうことを感じてしまうんですが、この日本ロシアと北朝鮮が近づいていくことに関してどのようにお感じでしょうか。まあ、安倍さんがですね、まあ、後に安倍晋三回顧録で明らかにすることですけど、日本はやっぱり中国とロシアと両方対峙できるだけの、まあ、ちょっと体力がないと、で一番恐れなきゃいけないのは中国とロシアの連携だから、まあ当時我々もですね、なんで安倍さんロシアとプーチンと何度も何度も、話をするんだ、あるいは経済協力なんていうねことまでやるんだっつって、まあ、随分批判を、した時期がありますね、ただやっぱりそれは安倍さんの中で、さっき言ったように両方相手にする体力がないと。じゃあ岸田さんがロシアに対してどうだったかといえば完全にほったらかしですね、そして今読んでいただいた記事で一番ビビっているのは韓国でしょう、今も韓国に向けてですね砲撃をいつでもできると、はいはい、砲撃ってのは大砲ですからね、はい、大砲、まあ、そもそも平常から韓国首都までね、70キロぐらいでしょ、はいはい、飛んじゃうんですよ。つまりあそこに首都を持ってきてる自体韓国の戦略的なミスがあるわけですけれども、まあロシアと北朝鮮がこういった形の包括的連携を取るって話になると、まあ、朝鮮半島の一番先端にある韓国が、まあ、一番危険な状態になると。で韓国本当にせしめられたら今度は日本海隔てて我が国っていうことになるんで、このその同盟締結っていうのは後々日本に対して悪影響が絶対出てくるっていうことを、まあ、読み込まなきゃいけないし、うん、今まさに総選挙をやってますけども、こういうことについて各候補者が、まあ、日常のニュースを捉えてですね、やっぱりぜひ選挙の訴えの一つにしていただきたいなと思いますね。本当このロシアが北朝鮮に近づき北朝鮮を支援してしまうと、北朝鮮が生き残り続ける一つの要因ですね、はい、そうですね。でこれでまたうまい具合に北朝鮮がですね、姑息に中国とロシアを駆け引きしながら自分たちが潤う国自体じゃないですね、この金王朝が潤うために、うまく立ち回っている、それが当然日本に影響を及ぼしていくだろうということと、韓国は大丈夫なのかとおっしゃる通りで、別に今の北朝鮮の軍事境界ラインからソウルを攻撃するに特別な武器はいらないわけじゃないですか、通常兵器で大砲でいいっていう大砲すごいですよね、ある意味、またはもう近距離で真上にミサイル撃たれたら落下速度で撃破も不可能ですので、そう相当この同盟締結、韓国はビビってると思いますよ、中国の動きもそうなんですが、本当にロシアもなんか一線を越えてきてますよね、うん、それに対して日本をもう早く国民が理解していくように、うん、伝えていかなければいけないところだと思うんです、ね、まあ、ちょっと補足すると、北朝鮮の技術を持って、ロシアが兵器を使って、でそのデータやなんかのやり取りをしていると、
で日本 の, あの技術が留学生通じて抜け出て、例えば北朝鮮の極超音速ミサイルの技術に利用されてるというようなことになるんでね、本当にあの経済安全保障まだまだあのザル状態だなということをつくづく思いますね。あとこのロシアと北朝鮮組んだ時のハッキング、うん、ハッカーたち、いやもうすごいですよ、すごい、これね総裁選の時にもその議論実は出たんですよ、はい、金沢で、へえ、つまりインターネット投票をね、あの高橋さん以外はみんな賛成だったの、はいはいはい、だけども高橋さんは絶対私は今あのセキュリティ上やるべきじゃないと、うん、でそれ今山田さんがあのおっしゃった、もうあの1アカウントに対して、あの大変なあのサイバー攻撃が毎時毎時毎時されてるっていう状態の中で、やっぱり特に北朝鮮のね、あのサイバーアタックっていうのはあの日本に対して相当深刻な状況をすでに与えてるってことがありますよね。本当にこのサイバーセキュリティも含めて、ね、ロシアと北朝鮮の動きも、うん、重視していく、したいところだと思います。で16番お願いいたします。はい、ゼレンスキー氏に焦り、勝利計画に欧州首脳の賛同乏しく、長射程兵器の使用容認も得られず。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はイギリス、フランス、ドイツなどの欧州主要国を歴訪した。ロシアの侵略終結に向けて策定した勝利計画については協議続投の確認にとどまった。侵略が長期化する中、米欧では領土の一部をロシアに占領されたままの停戦を主張する論調も出てきた。ゼレンスキー氏に焦りの色がにじむのは、11月の米大統領選でウクライナ支援に消極的なトランプ前大統領が当選する可能性があるからだ。戦況を少しでも好転させ、軍事外交両面でロシアに圧力をかけたいとの思いがあると。しかし長いですね、もうこの戦争も終わりが見えない。3年近くですよ ね, ね、うん、やはりあのもう10年戦争覚悟でってないと思う。これはやはり日本人はあんま領土に対してなんでこの戦争がこんなに長引くのかってピンとこない人が一般の方多い。ただやはり領土って譲ってはいけないことで、うん、領土を一つ譲るということはそこからなし崩し的に国家自体を失うことになってしまう。やはりこれはあの固い話をすると、まあ、それもそう、主権国家って何かというと領土と国民と主権なんです、うん、やっぱり領土があってそこに住む人がいて、だから守らなければいけないというところなんですが、この、ゼレンスキー氏の焦り、どのようにお感じになられましたか、中尾さん。これも泥沼ですよね、あの詳細言うとまた YouTube がバンされるから言わないけれど、まあ、結局あのウクライナ戦争も中東も、戦争が継続されていることが最優先であるという、方々によってまあさまざまなあの、まあ、工作というか議論が行われて、で実際兵器を使う、兵器を撃ち込まれる、そういうあの向こうの、ね、国民が命を落とすということに尽きるわけですからね、うん、やっぱりちょっとそういうあの二重構造も見ながら、トランプが再選すればもう一気に多分そこはやめていくんでしょうけれども、うん、まあ、日本もウクライナに対してね、あの軍事的な支援はできないまで、もうウクライナ支援をねあれだけもうすでに2兆円近く投じているっていうこと、うん、まあ、世界が日本 の, あの動きをどう見てるのかと思えばちょっとあの背筋が寒くなるような思いですね。この欧米でも領土の一部をロシアに占領されたままの停戦、うん、これもおそらくある種の勢力にしてみたらこのままで、要は戦闘を継続させるということですもんね。混乱してればいいんです、はいはい、もう延々に戦闘が続いてしまう、うん、停戦ほど怖いことはないと思うんですよ。そうですね、これが北朝鮮と韓国の間もこれが停戦、今も停戦状態ですから、うん、要は常にお互いが軍事力を見せ合って、どんどんあのエスカレートして、いや最高の金儲けになりますからね、まあ、あの停戦って聞こえがいいけれど停戦を主張する方たちの方が危ない、うん、あの
停戦と終戦は違うので、うん、で特に今現状要は土地を取られたままで泣きお前は泣き寝しろというところなので、これで折り合いつけようとしたらすぐに今度ゼレンスキーさんの命というのがですね、うん、国内でもうそうですね、かなり危険な状態になるというところだと思います。はい、では、もう一件次の話題、ではですね17番の話題お願いいたします。はい、北朝鮮が砲撃準備体制を指示、無人機侵入主張で南北が非難の応酬、緊張激化。朝鮮が韓国の無人機による平壌上空への領空侵犯を主張している問題を受け、北朝鮮国防省報道官は13日夜、朝鮮人民軍曹参謀部が韓国との国境付近の砲兵部隊に砲撃準備体制を整えるよう指示したと発表した。朝鮮中央通信が伝えた。北朝鮮は韓国の無人機が今月3回にわたり平壌上空に飛来し、金正恩朝鮮労働党総書記の体制を批判するビラをまいたと主張している。金正恩氏の妹金与正副部長が12日夜、次に発見した場合は即座に惨事が起きるとして軍事的な報復措置を警告していたと。奈々子さんこの話題ですね。今あったのドローンでビラ配るんですよ、この時代でも飛ばして。びっくりしました。あの汚物を、相手は北朝鮮の汚物を取ろうとして相手に落としていく、こんな戦争やって、まあ、もう一つはこれは戦争ですよね。いや中尾さん、やはりこれ、いやそうでしょうね、いろんなものばらまいたらいいんじゃないかっていう、そういうあの雑談がありますけど、戦意喪失させるためには何をあのばらまいたらいいんだろうかとかね。昔あのモンキーパイソンっていうイギリス の番組があって、こういうそんなのばっかりやって戦争に相手の戦意をなくすためには何をすればいいかみたいな、ギャグを飛ばせばいいとか分かんないことやるんですけど、似たようなもんですよ、ほとんど。いやビラを撒くんですね。で、あの無人機というのはやはりこれから多頭されてきますね、長尾さん。あの無人機、これ洋上、あの洋上ドローンもそうなんですが、人が乗らないで相手に入っていける。で小さければですね、なかなかレーダーにもかかりにくい、というところで、これ非常にあの無人機というのはこれから問題になっていくとこなんですが、悲しいことにですね、ドローン日本国産って非常に弱いんですよ。いいドローンを買おうと思うと、ほとんど中国製。そうですね、はい、で DJI とかね、はい、あの米国のエンティティリストに載ってる、はい、あのドローンしか日本で売ってないですからね。それがなかなか採算取れないと、日本ではもう要ビジネスにならないと日本の産業界は動かない、うんうんうん、そんな国策を考えてですね、少し国産ドローンを増やしていくということも考えていただけたらと思います。